ライアン・テダーは、アメリカ合衆国の歌手、作詞家、音楽家、レコードプロデューサー。彼は、ポップロックバンド、ワンリパブリックのリードボーカリストでありながら、2000年代中期頃から、アデル、ビヨンセ、エド・シーラン、ジェニファー・ロペス、カミラ・カベロ、レディ・ガガ、マルーン・ファイブ、ムー、ワンダイレクション、テイラー・スウィフト、ケイティ・ペリー、アリアナ・グランデ、ロジック、ポール・マッカートニー、 ブラックピンク、トゥワイスなどを含む多様なアーティストに対し、作詞家、プロデューサーとして関与した経歴を持つ。ライアンの楽曲制作、作詞活動は、商業的な成功を収めてきたと評価されている。ワンリパブリックによって演奏されるアポロジャイズ、レオナルイスのブリーディングラブ、ビヨンセのハローはすべて、最も売れたシングル一覧のリストに掲載されている。2014年早期、 ビルボードは彼のことをアンダーカバーキングオブポップと題し雑誌の表紙に彼を起用した。彼はリアリティテレビ番組ソングランドのプロデューサーの一人である。彼はアデルのアルバム21と25テイラー・スウィフトの1989においてグラミー賞アルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞している。ライアンは父エリー・テダの元に生まれ。 キリスト教会の宣教師と牧師による拡大家族の下で育てられた。彼は鈴木メソッドという教育法を受け3歳の時にピアノを習い始めた。彼は音楽家の父親と学校で教師をする母親からキャンディーコールをもらうためピアノを練習した。ライアンは7歳の時から歌を歌い始めた。彼は独学のボーカリストであり12歳の時当時好きだったビートルズ。 ピーター・ガブリエル、スティービー・ワンダー、スティングなどのアーティストを真似始めた。彼は18歳になるまで毎日2時間歌っていたと述べている。彼は青年期の間、教会、学校、そして個人的に結成したグループで美しい歌声を響かせ続けた。彼はオクラホマ州、タルサ郊外のジェンクスにある学校に卒業するまで通い、最終年次の時に コロラド州、コロラドスプリングスに引っ越した。コロラドスプリングスクリスチャンスクールのサッカーチームで、彼は将来のワンリパブリックのバンド仲間であるザック、フィルキンスに出会い、友達になった。彼はタルサにあるオーラルロバーツ大学に進学し、2001年にパブリックリレーション、広告の学士を取得して卒業した。ライアンはナッシュビルのドリームワークスで、 インターンシップが確定するまでアメリカの高級家具チェーンポッタリーバーンで店員券接客係として働いた。彼は作詞家やレーベルに1トラック300から400ドルほどの料金でデモを制作した。ドリームワークスはライアンに彼の契約を結んだ後すぐに最初の出版をすることを申し出たが彼はアーティストとしてのキャリアを追う決意が固かったため 彼の音楽業界という土俵での初期の冒険は全く違う道をたどるのだった。21歳の時、ライアンはシンガーソングライターの大会で戦い、MTV の1時間特番でパフォーマンスを披露する5人の最終選考者のうちの1人として、インシンクの歌手ランスバスに選ばれ、自作の楽曲を数多くの人前で披露した。勝者に授与される賞は、 現在は廃止されているバスのマネジメント会社、フリーランスエンターテイメントとの音楽契約であった。出場者は生演奏をして同時に審査員と聴衆によって評価され、最も高い点数を得た者が契約を勝ち取るというものだった。ライアンは自分で制作した曲の一つであるザルックを披露し、審査員とファンから最も多くの投票を獲得して大会で勝利したが、 レコードレーベルとの契約はしっかりまとまらず、アルバムがリリースされることはなかった。ライアンは後に自分の申し出たレコードと出版契約は本当ではなかった。あれはどうにもならないインチキの塊だった。と明らかにしている。ワンリパブリックとしての作品は別ページ、ワンリパブリックを参照。年表記はリリース年。 2003年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2019年。ありがとうございます。